こんにちは、金子でございます。ということで本日の食材がこちら。よいしょ、まるまると太った天然ブリっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、まるまると太った天然ブリっていうことでね。今からの季節、寒ブリが美味しくなってきますよね。とんでもないブリを買ってきてしまいました。こちら北海道の羅臼産の仙城生け締めブリですね。定置網で取れたやつ。昔北海道ではブリは取れなかったらしいんですけど、今海が暖かくなってきてるっていうので取れるようになってるんですって。で、北海道で取れる天然ブリって脂がめちゃくちゃ乗っててうまいんですよ。最高なんですよね。なので今日はこちらのブリを使ってブリの刺し盛りを作っていきたいなと思います。贅沢に船の器でがっつり盛り付けていきたいなと思います。ブリの刺身食べまくっちゃおうかなという企画でございます。そしてこの羅臼産の脂ノリノリの天然ブリに合わす飲み物、こちら、じゃん。今回も朝日さんから生ジョッキ缶ダイナマいただきました。ダイナマやっちゃおうっていうことで実食の時に飲んでいきたいと思います。めちゃめちゃ楽しみです。よし、そしたらこちら、まずはね、鱗を取っていきたいと思います。ちなみに今日の天然ブリ、これがね、13キロですね。13キロの巨大ブリで、お腹パンパンなんですよね。これ多分中全部内臓脂肪だと思うんですけどね。開けるのが楽しみですね。じゃあまず鱗取っていきます。まあブリは鱗かきがいいかな。まあすき引きでもいいんですけど、ブリのすき引き難しいんですよね。なんで僕は鱗かきでわーっと取っちゃいます。はい、こんな感じに鱗が取れました。ブリって鱗なさそうなんですけど意外とあるんですよ。ほら、こんなにたくさんあります。で、一度洗っていきます。さあ、そしたら頭を落としていきましょうか。釜の上ですね。ここからバスッと落としていきます。まずはここブリの顎に1本箸を入れて切っちゃいます。で、切れたらこう立てて、で、ここでガチッと持ちます。しっかり持ったら、さっき切ったとこ、ここから包丁を入れて、で、ここに背骨がありますんで背骨を断ち切ります。いきます。関節に上手に入りました。関節入っちゃえばもう簡単に頭落ちます。でもこれがね、結構コツがいるんですよ。これ習得するのにね、ほんと1年はかかりましたね、僕は。これが一発でできる人はね、かなりセンスあるっすね。めちゃめちゃ器用な人だなと思います。じゃあ、お腹割っていきますね。お腹の中なんでしょうね。よいしょ。さあ、どうだ。うーわー。まあ、でしょうね。全部内臓脂肪。全部、お、え？何これ？胃袋になんかパンパンに入ってますよ。これは久しぶりにあの企画、胃袋の中何が入っているのシリーズじゃないの。マジか。まさかブリでできるとは思いませんでした。パンパンだよ、しかも。北海道のブリですからね。一体何を食べているんだろう。じゃあ、いきますよ。まずね、この段階で、と思うものが出てきました。これ、アマモじゃないですか。まあ、食べてるっていうよりかは、口の中入っちゃったんでしょうね。そう。で、うおー、なるほど。すげえ。まずこちら、じゃん、マサバ入ってました。北海道のマサバ、これしかもね、よう超えとる。サイズは小さいけど、サバが2匹と、で、これがすげえ衝撃だし、北海道ならではだなって思います。じゃん、これガヤメバルじゃないですか。しかもなんかしっかりしてるんですけど、食べれるぐらいの鮮度感な気がする。ちょっと出てきたマサバおろしてみますか。どんなもん、油あるかな。いいサバ。おお、鮮度もね、いいですよね。ほら、身めっちゃ綺麗ですね。これで1人前のサバフライができちゃう量が取れましたね。そしたらこれブリの血綿ですね。ここを書いていきます。鱗かきでカリカリカリと、で、傷つけたら反対側のこのつるっとした方で血綿を書いていくと。取れて船の上でしっかりと処理してくれてあるんで、めちゃくちゃ身が綺麗ですね。血も一切回ってない。ちょっと値段はね、お高めでしたけど、やっぱり洗浄処理されたお魚っていうのは全然違いますね。この刺身はうまいっすよ。はい、ではこのように鱗も内臓も血綿も頭も全部取れました。この状態をドレスと言います。で、このドレスの状態になったらおろしていきます。さあさあ、身はどうでしょうかね。気になるところですよ。スッと入れて、うわ、もう脂がすごいから包丁がツルツル滑る。で、身の感じもちょうどいいですね。硬すぎず柔らかすぎずで、もう食べ頃って感じの身の柔らかさですね。はい、こんな感じ。うまそうだなぁ。いい身してる。この背中の方でこんだけ刺し入ってますから、ブリトロのとこなんかすごい楽しみですね。
で、下身もおろしていきます。で、今日は全部おろしちゃいますけど、これ大きいじゃないですか。ほんで、いっぺんに食べれない場合は、片身は骨ついたまま保管しとくといいですよ。で、ブリの身はね、すごく酸化しやすいんですよ。なので、こう骨をあえてつけておくことによって、骨がガードしてくれてるんで、直接空気に触れないんでね。で、食べる時におろしていくという感じがいいと思いますよ。こっち側も同じようにおろしていきます。僕ね、ブリはね、こっち側の身は、こう上向きでおろした方がやりやすい。まあ、これは完璧に好みの問題ですね。スーッとね、持ち上げながら上げていくと。で、このぐらいのブリはやっぱ牛刀がさばきやすい。このぐらい刃渡りがあるといいですね。なんかよくね、お魚さばく方とか、魚さばきを趣味にする方はね、一本持っとくといいかもしれません。はい、こんな感じ。よし、じゃあ続きは向こうのキッチンってやりましょうか。はい、そしたらこの状態になりましたら、まずは釜を落とします。よっと。はい、ブリの釜が落ちました。よくブリカマっていう言葉聞くと思います。居酒屋さんでね、ブリカマの塩焼きとか。そのブリカマっていうのはここの部分です。そしたらお次は腹骨をすいていきます。うわぁ。いかついぐらい脂乗ってるけど。これすごいなぁ。ここまでの脂の乗りはね、やっぱなかなかないですね。さすが北海道産ですね。で、血の周りもゼロですね。そしたら真ん中の血合い骨を外します。はい、お腹の方が取れました。そしたら背中の方も血合い骨を外していきます。はい、これで骨がない状態になりました。そしたらこちら皮引いていくんですけども、13キロもある魚体のブリはものすごく幅が大きいです。で、幅が大きいものを皮引こうとすると結構ミスるんですよね。なんで皮ついた状態である程度成形してあげます。こんな感じでお腹の方はブリトロ1本とお腹の方の柵で、まあ、背中の方もここら辺で1本取っておきますか。スーッとこんなもん。うまそう。さあ、そしたら皮引いていきます。まずはブリトロの方ですね。お腹の方、ここはね、この白いところをしっかり残したいんですよ。まあでもこんだけ油あったら簡単に残ると思います。はい、完璧ですね。綺麗に引けました。この白が残ってないとお刺身にした時に見栄えがあんまり良くないんですよ。よし、そしたらこっちも引いていきます。角度をしっかりここで決めて、まな板と包丁をピタッと密着させて、押す力と引く力を加えてシュッと引いていくと。はい、こんな感じ。次、背中の方ですね。これもピタッと立ててあげて、ちょっと切れちゃいましたね。切れちゃったらこっち側からいきます。はい、こんな感じ。はい、最後ですね、背中の方のもう一本、これも引いていきます。尻尾の方から包丁を入れて、ここで角度を決めて、引く力と押す力で引いていく。はい、このようにおろし終わりました。そしたらあとはこちらを刺身状に切っていきたいと思います。で、おまけですけど、毎度恒例切り身にも切っていきましょうか。全部お刺身だとね、さすがにくどいので、配る用とかは切り身でやっていきたいと思います。釜を外して、で、腹骨もすいちゃいます。で、この状態で同じように血合い骨を外していきます。切り身の場合は血合い骨ついててもいいと思います。なんですけど、料理にした時に骨が邪魔くさいなーって思う派なので、僕は切り身の時もこうやって、まあ、気分ですけど極力骨は取っちゃいます。そしたらこうやって切り身状に切っていくと。まあ大体 100g ぐらいを目安に切っていきます。100から 150g ぐらいですね。だいたいそのぐらいの重さが料理に使いやすいなと思いますんでね。フライとかにするんだったらもう少し薄く切ってもいいかなと思いますね。はい、こんな感じですね。で、背中の方も切っていくと。包丁入れたら包丁立てて切り口をシャープ。そうすると綺麗な切り身になります。入れて、立てて、落とす。で、頭の方に行くにつれて身が分厚くなってきますんで、包丁寝かしてたのを立てていくと。ずっと寝かしたままだと頭の方に行くにつれてどん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 幅が大きくなっちゃいますんでね、包丁の角度で切り身の幅を調節していくと。こんな感じですね。はい、 OK。
完成。よし、では今日はこちらの大きな船に刺身を切って盛り付けていきますよ。で、船作りは頭も入れるとかっこいいんですけど、ちょっと今回ブリが大きすぎてですね、頭だけでも半分ぐらい持ってかれちゃうんですよ。なので今日は身だけでいきますね。どうしようね、山は3つ作るか。奥に3つ高めの山を置いて、で低めの山を1、2、3、4、土台はこんな感じでどうでしょうかね。船盛りってこの土台が結構大事なんですよね。で、今日のあしらえちゃんはこんな感じでいきますね。じゃあまずこのお腹のとこですね、ここを切っていきましょうか。半分に落として、で切れ込みをちょっと入れまして、飾り包丁を入れることによって醤油が染み込みやすくなります。ブリとかこってり系の魚はね、もう醤油バッチバチに弾いちゃうんでね。そしたら切っていきますよと。うわ、テッカテカ。そしたら大葉をかまして、でここに盛り付けていくと。よし、上が盛り付けれましたら、そしたら下の段行きましょう。で、大葉はこの3割が見えてるぐらいが一番綺麗って聞いたことあります。で、このぐらいですね。で、置く時にも大葉がこうぐちゃぐちゃしてるんじゃなくて、この先っぽをピシッと揃えます。はい、中段も終わりました。そしたらちょっとこうやって寄せます。寄せて最後ここですね。ここはこのブリのトロ、ブリトロいきましょうか。ここも一回ここで切って幅を揃えます。で、切り込みを入れます。格子状に入れていきます。こんな感じ。そしたらこれをコロッと切っていくと。で、大葉引いて包丁でスッと持ち上げて、で、これをこのままドーンと。いいですね。そしたらここに大葉を置いて1枚2枚。次はこの背中のところですね。背中の三角の部分、これを薄く削いでいきます。このぐらい、このぐらいですね。そしてこう並べていきます。こんなもんかな。そしたら一番最初に置いた方からくるくる巻いていきます。で、よいしょ。そしたらこれをここに乗っけると。で、乗せたらここで開いていくと。はい、それでお花の完成。はい、こんな感じになったらあとはあしらえを置いて華やかにしていきます。で、妻が見える部分を隠していくイメージですね。なんでちょっとここに菊を置いて2つぐらい置きますか。こんな感じで。で、ここに紅立てで、ほじそがなかったんで代用品の、なんかちょっとわかんないけど、これ一応ね、あしらえのお店に売ってたんで、なんか食べられるやつなんですけど、ちょっと名前わかんないですね。これおしゃれなんで買ってきました。で、僕の大好きすだち。
で、ラディッシュ。はい、こんな感じ。そしてこのトップのとこ、ここね、ちょっとブリだけだと寂しいんで、マグロも買っときました。マグロちゃんを少し持って、これ天然本マグロです。ハランを置いて、で、マグロ切っていきましょう。もうこれ中トロですね。魚体がね、これ180キロあるやつだったらしいんですよ。めちゃくちゃうまかったです。ちょっと味見したんですけど。やっぱ天然のマグロはうまい。でも今マグロがね、どこも取り合いで、めちゃめちゃ少ないらしいですね。養殖物もね、結構少なくなってきちゃってるらしい、ストックが。で、貴重な本マグロ。よし。持って、ほんで、牡蠣ももらったんで、牡蠣も1個盛り付けましょう。これが先方紙の牡蠣ですね。さあ、中はどうかな？はい、おー、いいねー。こう来て、ほんで、これ、皆さん知ってますか？昔僕の動画に一回出したんですけど、フィンガーライムって言って、面白い柑橘系なんですよね。パカッと割ると、いきますよ。パカッと。ほら、うわ、いい匂い。中が4つに仕切られてて、でその仕切られてる間に、一粒一粒、粒粒の、ほら、あ、押すと出てきます。プチプチの果肉が出てくるんですよ。これ一粒一粒が、ライムの、あの、柑橘の粒なんですよ。これめちゃくちゃ美味しいし、面白いんですよね。これ生牡蠣とめちゃめちゃ合うんですよ。なのでこれを直接ジューっと、つぶ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 っと。で、たまにこれ種があるんで、種は取ります。これね、僕ん家でも栽培してるんですけど、なかなかうまくいかないですよね。スーパーに売ってましたんで買ってきました。これ1本500円ぐらいしました。高え。すげえいい匂いがするんですよ。なんだろうな。これ普通のライムとはちょっと香りが違うんですよね。なんか柔らかい香りと言いますかね。で、ここにポン酢をちょっとかけたら、ここに盛り付けと。で、牡蠣の殻が直接マグロに当たらないように、こういうものでガードしてあげると。で、すだち。そして食用菊をポンと飾れば、羅臼産天然ブリのお刺身の盛り合わせの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。できました、こちら。ブリの舟盛りですね。ちょっと今日はね、大きめに切ってみました。さあ、どこら辺からいきましょうね。ここら辺に決めた。こいつを、わさびを持って、わさびはたっぷりでいきましょう。すりおろしたわさびは、このぐらい乗っけても辛くないんですよね。で、醤油をかけて。よし、ではこちら。いただきます。うん。うわー、うま。うわ、甘さがやばい。甘っ。で、油のここの層がめちゃめちゃ甘いんですよ、こいつ。で、ブリ独特の癖も少なくて、うまいですね。そしたらちょっとしゃぶしゃぶもいきたいなと思って、昆布だしにちょっと柚子も入れて香り付けしておきました。はい。そしたらこちらをしゃぶしゃぶしゃぶと、ちょっと油を軽く落とす感じですね。油を落として色が変わったなと思うぐらいになったら、浅漬きとポン酢につけて、浅漬きを巻くようにして、こちらいただきます。うわ、うまー。あ、これちょっとしゃぶしゃぶの方が好きかもしれんな。ものすごい食べやすくなった。で、今日はもう一種類、このブリトロのとこですね。これをここに置いて、ちょっとお塩を振りかけて、で、炙っていくと。これは塩とわさびだけでいきましょう。こんな感じです。あ、あらー、嘘だー。こんな感じで、いただきます。うわ、これすごいな。サーロインステーキ見てた。これはね、僕10代の頃だったら食べたら泣いてたかもしれません、このうまさ。ただちょっと今の僕には油がヘビーですね。なかなかうまいんだけどね。うん、炙ることによってこんだけ余計な油が落ちるし、炙ったところがカリカリっとするんですよね。いいですね。
ほんでこの口が油油になってきたところでこちら、でん、ビーノのやつ7ジョッキ缶ダイナマバージョン、見てください。こちら今回はこちら大きくなってダイナマです。よし、じゃあ飲んでいきましょうか。今から開けるんですけど、開けた後の泡の感じに注目しとってほしいです。ダイナマだと泡立ちが2倍なんですよ。すごいんです。いきますよ。さあ来い、きたー、いただきます。うめえ。この大きい感じがまさに大ジョッキですね。生ジョッキの醍醐味って豪快にゴクゴク喉を鳴らして飲むのが一番うまいじゃないですか。このダイナマだとそれがめちゃくちゃ感じられます。見ましたね、このクリーミーな泡がふわっと出てくる感じ、たまりません。本当にジョッキで飲んでるみたいですね。満足感がすごい。この泡がめちゃくちゃクリーミーなんですよね。僕ね、このジョッキ缶のクリーミーな泡大好きなんですよね。で、時間が経っても手で押さえるとほら泡がねモコモコモコって出てくるんですよね。長く泡が感じられる、めっちゃ生ビール。中身はいつものスーパードライなんですわ。それはうまいわ。そしたらダイナマ飲んでもう一回こちらのブリ刺しですよ。ジャバジャバっとつけてわさびちょん漬け巻いていただきます。うまい。そしてダイナマ、これじゃあ生ガキいきますか。フィンガーライム入りの先方しガキとポン酢追加してといただきます。うん、うわうん、まこれ聞こえますかね、このフィンガーライムの粒が一粒一粒口の中で弾けるたびに爽やかなライムの香りがパンパンパンと口の中で花開くんですよ。うまい。これは本当に贅沢な牡蠣の食べ方。じゃあ次マグロもいきますね。180キロマグロいただきます。うまっ、笑えてくるわ。いやー幸せだな。はぁ、じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はラウスさんの丸々と太った13キロの巨大ぶりを使ってお刺身盛りを作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。やっぱぶりはうまいですね。ほんで今日は朝日さんからいただきましたこちら生ジョッキ缶のダイナマ飲んでみましたけども、いやー本当に居酒屋のダイナマっていう感じで、開けてすぐダイナマっていうのがね、居酒屋にいるみたいにダイナマ一つって言っちゃいたくなりますよね。今日飲んだダイナマですが、もちろんブリにもバッチリ合いました。脂の乗ってる魚とも相性は抜群です。皆さんもダイナマやってみてくださいね。やったよ、飲んでみたよっていうコメントもお待ちしております。ダイナマ僕の一押し商品でございます。ということで家でもめちゃ楽しめるこちら生ジョッキ缶ダイナマ、この週末に楽しんでみてはいかがでしょうか。クリーミーな泡味わったってください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。